ウルチモントクは、コウクリの将軍であり大臣。三国式巻44、ウルチモントク伝においては、生計は不明とあるが、北朝鮮の平安堂地方には、ウルチモントクは、石大山のもので、山に入り道を極め、悟りを開いたという伝説が残っており、このことから、北朝鮮の首都平壌近くの出身という推測も、ある。一方、コウクリに帰化していた、 戦費の出自とする学説がある。隋の第二次高句麗遠征において、隋軍に、偽りの降伏を申し入れ撤退を開始した隋軍に、追い打ちをかけ大勝利を収めた。その功績は高く評価されてはいるが、戦後の文徳の動向は、三国式には記事が残っておらず、死の状況についても詳細はわからない。高句麗の栄養王は、隋の第一次高句麗遠征で一時は降伏し和平を、 結ぶと見せかけて、東突欠と通じていた。これが隋に露呈し、隋の陽大は、113万の大軍で、高栗軍に襲いかかった。隋軍は、両翼左右それぞれ十二軍に分かれて、兵を進め、ウブン術、ウナカフミラの旧軍が、王力港の西辺に集い、高栗と対峙した。ウブン術は陽大より、英英陽王家、ウルチモントク将軍の捕獲を命じられていた。 文徳は随軍に投降するが、イブシの竜死流が文徳を逃してしまう。この時随軍の兵備が重装にもかかわらず兵糧が少なかったのを見ていた。文徳が自軍に戻ると、部分術の追悼軍を迎え撃った。文徳は一日に7回戦っても勝つことはできなかったが、その間に随軍も兵糧が尽きて疲弊していた。随軍は効がないまま殺水を越えて、 ぴょんやんから三十里ほどの山間に布陣していた。そこで、ぴょんやん城の門徳は、中な文に降伏を表意する詩を書いて送り、軍を撤収すれば、栄養王を引き渡すと伝えた。こう焦った、うぶ術は、停戦に応じ、法人を組んで軍を退却を始めた。そこへ、門徳の軍が襲いかかり、殺水を渡ろうとしていた随軍の背後をついた。油断した随軍は、 右田室英将軍の新世友が戦死するなど大きな被害を受けた。両画を越えて、後ーに臨んだ隋の旧軍30万5千人のうち、再び両頭上に戻ることができたのはわずかに2700人であったという。三国式ではこれを記念的な大勝利とし、韓国、朝鮮では殺水大将と伝えている。隋の将う中分にあたうるのし、として伝えられる史文は、 以下の通りである。七千七杯の末に随軍を翻弄して引きつけた、ウルチモントクが、随軍は、もう十分に勝ったから、戦を止めてはどうかと伝え、自らに戦う意志のないことを示して、随軍を油断させようとしたものと見られている。十二世紀に編纂された、三国式においては、戦者金払拭の表として、ウルチモントク伝の末尾には、大国随による未曽有の遠征を、 小国のコウクが跳ね返して逆に撃滅することができたことは、一人ウルチ・モントクの功績であるとしている。また金油神殿の末尾の表では、金油神の功績を称える引き合いとしてではあるが、長歩行の武勇とともに、ウルチ・モントクの知略を検証している。現代の韓国の歴史教科書では、吉丹の侵入を知り添けた教官さん文禄慶長の役で、日本水軍に大勝利した。 立春心と共に外敵の侵入から祖国を守った英雄の筆頭として掲げられている。米韓合同の軍事演習のコーダネームにはウルチモン徳が大陸からの攻撃を追い返したことからウルチとつくものが多い。ありがとうございます。